はい、皆さん、こんばんは。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 ママさん、面白いことありました。元気です。今日、なんと、ももこさんのライブがあるんですよ。ももちゃんのライブ？だからさ、はい、あるんですよ、シャノールで。シャノールと、お前、ベンダーマンさんの話か。そうなんですよ、なんか、テルミさんが、なんか主催というか企画したやつでシャノールでやるらしいんですよね。おー、テルミちゃん、テルミちゃんからチケットと手紙預かってるんで、フィブ前これたりしますか。手紙私の手紙送ってくるやつが多いな。行きましょう。はい、こちらが受け取ってテルミちゃんからチケットと電話だと。あわうよ、おー、ずーさん会うよ。これがテルミさんからのお手紙です。ズーさん死んだのか。おじいちゃんは長期休みをもらってます。おじいちゃんは。おお、そうですか。今回そう、一応今回フライヤーもあって、これがフライヤーで出る人とか書いてます、こちらに。ウブアイズンサブブーランドヘブアイズンスターラビン・ドゥ・サンティス。おう。1,600万、10万、600万。おう。インドバンスの中で。この、トルミちゃんが、まあ、企画したものなんですか？シャンクルさんところ。これは、テルミちゃんが主催らしいですね。話を聞くところによって。そうです、テルミちゃん主催です。やめがた。お、フライヤーできたじゃん。マクドナルド様、コンタル、ウィークライブイベントを開催させていただく企画となりました。イベントのコンセプトは、金持ちのアーティストの認知度向上。音楽が好きで、仕事をしてしまう方の背中を押しつつ、一歩踏み出し、ホーストステージをつながる方を目的としております。素敵なアーティスト様をお呼びしておりますので、スケートの場として、くつろぎの人たちとして、お時間許されるようでしたら、お越しいただけると嬉しく思います。マクドナルド様のご来場、心をお待ち申し上げております。おー。夢が当たるね。おー。ずいぶん丁寧な、お誘いのメッセージありがとう。じゃあ、行きましょうか。すごい。ももちゃん、一番とか、内もも、ももか。一番でです。じゃあ、はい、一番もめでもらってな。よし、おい、ありがとうございます。時間は何時にもないかな。23時に始まるので、私は22時半ぐらいから会場入りします。はい、わかりました。楽しみ。お洋服決めてないので、ちょっと今から服考えなきゃなって思って。おー、それはまあみんなで見作ってあげましょう。はい、行きましょう。みんなでですか。ありがとうございます。ステージ衣装、はい、大事だからね、ステージ衣装は。一輪車でね、靴がこれ、あ、ニューじゃない方の靴、そこニューかな。あ、ほんとだ。電話だと会うよ。おじいさん、電話だと会うよ。おじいさん、電話だと会うよ。ちょっと出かけ直します。電話だと、あ、こういうのはいいのかな。電話だと、あわうよ。ずーさん、壊れちゃった。どうしよう、止まらなくなっちゃった。あ、切れてんのに止まんないの。最後のボタン、サイレントにです。おじいちゃん壊れちゃった。もしかして、ありがとう。サイレントモードね。あ、これでな、え、うん、あのまま悪くにちょっとしてみようか。ズーさん、おじいちゃんありがとう、キールね。もしスーツ着られないですか。はい、あ、ありがとう、はい。スーツ、スーツ、ボス、スーツ着ないですか。ありがとう、ダミアン。スーツですか。いいえ、はい、ボスにスーツ着てほしいな。はい、おお、スーツか。おー、ヨルナちゃんどうした。マック
ク、やっと繋がったよ。だめだ、私でね、連絡があったと聞いたから君にかけたんだけど、もういなくてね。そう、ね、マックにちょっとね、ちょっとだけでいいんだけど、会いたいんだけど、どこにいる？うちのもやるだな。うん、今からね、このライブイベントがあるんだから、今からね、それともその後か。うん、あ、その後の方がいいかな。あ、じゃあその後でしょうか。うん、面白い話か。マック、誕生日だったって、7月7日にね。ありがとうございます。お父さん、誕生日思ってた。そう、それ聞いたんだけど、全然プレゼントすれ違ってて渡せてないから、渡したいんだよね。そう。そう。じゃあ、後でね。はい。はい、ありがとう。はい。はい、バイバイ。バイバイ。うん、それいいかも。はい。いいぜ。いいですか。ありがとうございます。お時間いただきました。はい。ブシッと決まったね。頑張ります。おお、でも本当にいいかも。レッサー。おお、いいね。ヘロシャー。見てもいいね。かわいい。ありがとうございました。ヘロ。そうそう、スーツ着るんですか。ちゃんと覚えて。ま、プロレスの国のヘロ戻ってかないと。ああ、そうですね。うん。ありがとうございます。電話をかけます。そう、1時間もなんだ。スーツ少ないですか？スーツを作る？お父さんが。はい。どう、君たちが来たのは。そうです、そうです。ですです。葬式でも行くんじゃないんだからな、それ。葬式でも葬式よりはちょっと明るい。喪服ではないけどな。明るいっすよ。おー、そうですか。明るいの青ですよ。頑張って一応。青色を考えたんですけどね、なかなかいいのがなくて、まあこれになってしまったんですけど。それは数字はわかるんですか？わかりますよ。何番ですか？では。あ、うわー、かっこいいですね。ちょこちょこ下げてみたんだけど、もし明確なやつ出てる。おお、バッチリ。後ろは？後ろも大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですか？はい。じゃあ今日はズボンですね。あ、カメムシャ。いいですね。それ行きましょう。おしゃれ。はい、バッチリです。はい、じゃあ頑張りいきましょうか。はい、行きましょう。はい。お、もう10分だ。すいませんね、遅くなりました。はい、こんにちは。はい、こんにちは。そうしましたら、少々こちらでお待ちください。これ中入っていい？うん、小沢さんは大丈夫だよ。はい、こちらの方で、テルミの方で、お願いいたします。ありがとうございます。本日はご来場ありがとうございます。マヨネーズいますか？ご無沙汰しております。こちらの方に、招待席をご用意しておりますので、はい、車を一度ですね、駐車場まで、お止めいただきまして、おー、車ですか、駐車場なんだ。はい、お並び、いただかなくても大丈夫です。私のボルガーのボルトガリンは来てるか？テンガリンさん、ちょっとまだ見てないですね。テンガリンはどこにいる？ボルガードのテンガリン。どうぞこちらへ。テンガリン今、ピブにいます。すぐ来るように言ってください。こちらへどうぞ。おー、こちらですか。私でかかったペディどこいる？ペディ横いるやん。一個ちょうだい言ってみて。あー、十分な人じゃないかな。からあんまあるんだ。こちらの方へどうぞ。このまま地べたの私を座らせんか。違います、違います、こちらでございます。こちらでございます。おー、水川さん、サンクさん、こちらでございます。どうも、どうも。どうぞ。ちょうど下にボルさん来てるから、ボルガールだ。お願いします。わかりました。リップ席の前に体育座。どこに来てるんですか？お隣すいません。下に。お、クムが私のボルガールだ。わかりました。後ろ指刺され、そんな我々は世間が許してくれませんそんなで。すいません、お隣失礼します。おー、よろしい。シャンク様、オレスカ様、お付きの人があるのね。私の隣の牛か。いいですよね。すいません、敏腕ですよ。壁を押せる。おー、そうなんですか。いやいや、壁さん、壁さんに行くぞ。敏腕プロデューサープロデューサー君か。はい。はい。おー、そうなんですか。シャンクさんはこの子知ってるんですか？はい、知ってます。うちで雇ってるんですよ。おお、そうでしたか。おお、ボロさん、ちょっと君、立つでしょ、これ、立つ。ああ、わかりました。
邪魔だろ、ボイロン。すみません、横にテーブルがあるんで、その後ろに。もうテーブルの、テーブルありますね。大丈夫です。そこでビシッと取ってください、ブロさん。ええ、わかりました。マックさん、ボディーガードを。ああ、今はボディーガードで雇ってるんですよ、ブロさん。このまあそのね、まあカンパニーの仕事をするときっていうのはやっぱボディーガードが必要でしょ。レスカーさん、皆さん、綺麗な秘書がいないから、うちが。はい。どうしよう。ショックさんのお隣の子はどうですか？初めて見る顔だな、これ。はい、私も。ショックさん社長疲れてる？社長抜けちゃってますか？了解です。ちょっと電話してました、すいません。ああ、そうですか。大人のことは？大人の何ですか？大人の方は？あ、私七部会です。え？七部会です。七部会です。はい、七部会さん。はい、七部会です。あ、聞こえてるよ。おまかせおまかせす。あ、デスコード？あ、そう、イベント告知のところから。おじゃあ、いっか。はい、すいません、失礼いたしました。ですね、今ご紹介いただきました牛ももももこです。よろしくお願いします。今日は皆さんにぜひ声を出してほしいことがあります。コール&レスポンスです。私が好きな動物はって言ったら、ぜひ皆さん大きな声で牛、好きなフルーツはって聞いたらピーチーって言ってもらえると嬉しいです。準備はいいですか？はーい。みんな好きな動物は牛。みんな好きなフルーツはモモ。ありがとう。そう、桃色ピーチのフレッシュアイドル、牛ももももこです。今日は1本ぐらいの短いオリジナルソングを2曲続けて歌おうと思っています。1曲目は最初がしりとりになっているシュークリームの歌、知らない方はぜひ覚えて帰ってほしいです。では、行きまーす。ああ、私はいつも桃色サンデーインテリア。アイスクリーム昔見た夢、メダカのお家、チョコココア、アイスクリーム。頭の中にいっぱいの夢があるの、だけどどうしてだろう。忘れられない、あ、大好きなアイスクリーム、幸せの味、あ、全部食べたいけれど、いちご味選んじゃう。アイスクリーム、アイスクリーム。でもやっぱり私はシュークリームが好きです。ありがとうございます。この街で披露したことのない曲です。こちらは1番だけを今回歌わせていただきたいと思います。続きが聞きたいなと、もし興味を持ってもらえたらぜひ街で聞いてください。では行きます。ラッキーチャンス、ドキドキ、夢で見てた街の景色が違って見えた。一人で歩く駐車場で笑顔の音色、涙を誘った。どうして泣きそうなのねえ、思い出して、君と僕が言葉交わしたあの日。君の胸のノックノックノック、聞
が街に響く夜、楽しんでいってください。ありがとうございました。うしもももこさん、ありがとうございました。うしもももこさんの ID 番号は本日175175です。皆様の温かい思いをチップに変えてご支援のほどよろしくお願いいたします。さて続きまして、次のアーティストは救急隊の医局長、立花影丸さんです。今回のステージがファーストステージとなる立花影丸さん、どんな歌声を披露してくださるのか楽しみにしてください。では立花影丸さん、壇上へどうぞ。ああ、聞こえますか？聞こえます。聞こえたら何かしらスタッフが合図を欲しい。いやー、あーよかったよかった。どうも皆さんこんにちは。普段は、病院の方で医局長をさせていただいています、立花影丸です。うわー、本日は、オリジナルソングの方をちょっとせんつながら歌わせていただこうかなと思います。六方はですね、一番上にありますので、そちらで音量調整の方をお願いします。はい、ちょっと先にお話をさせてほしいんですが、忘れもしない2022年8月28日、もうすぐ2周年を迎えるこの街に僕は舞い降りました。その日からピルボックス病院という場所で切磋琢磨をして、最初は4人だったメンバーが、気づけば今は20人30人ととんでもない大所帯になっています。もともと暮らしていた町と違って、なんていうかこうすごく暖かい場所に恵まれて、暖かい日々を暮らしてきたんですけれども、そんな僕の日常を彩ってくれた救急隊を思って作った曲が、僕の日本の友人と一緒に作った曲が今日初めて歌う曲です。ついでに不動産もやってるんで、よかったら家買いに来てください。それじゃあ歌わせていただこうと思います。タイトルはチルアットホーム。寝ぼけ眼でコーヒーを、特にこだわりのないやつでいい。慌ただしい日の光景を、今だけは置いておくのさ。窓を少し開けてチルアウトタイム。時計の音がチクタクと息を吸う音とタバコの匂いが今日を期待させる。僕はここにいたいよ。なんでもないこんな毎日が続くこの場所で、ここにいたいよ。空見上げてそっと煙と一緒につぶやく、こんな今日も悪くないかな。カムタイムあっという間、あっという声がベイベー、嵐のように静寂かき消して、ふさぎ撫でたその指も止めて、言葉投げたみんなを求めて、よそろそろ準備はいいかい、よそろそろ乾杯と行こうよ。外の匂いと聞き慣れた音が今日を穏やかにする。僕はここにいたいよ。当たり前のこんな毎日が続くこの場所で、ここにいたいよ。顔を見つめてそっと M 声と一緒に溢れる、こんな今日も悪くないかな。
揃わなくてもいいんでよかったら手拍子お願いします。ありがとう。僕はここにいたいよ。とんでもないこんな毎日が続くこの場所で、ここにいたいよ。手取り合って湧く気持ちと一緒にこぼれる、こんな今日も悪くないかなや、こんな今日が続きますように。どうもありがとう。オッケー。めちゃ好き。めちゃめちゃかっこいい。最高だ。外から救急隊とすべての観測者、住民に捧げる歌です。ありがとうございました。順次、町のミュージックアプリとかでですね出すと思いますので、よかったら好きなだけ聞いてください。ありがとうございました。もういやもうバックもすごい好みだわ。めっちゃいい。立花影丸さんありがとうございました。立花影丸さんの ID 番号は本日193番、193番です。皆様の温かい思いをチップに変えてご支援のほどよろしくお願いいたします。それでは続きまして、彼の弾き語りで涙した人、癒された人がいる。彼の今までのライブを聞き逃した方は今回しっかりとその歌声を脳裏に焼き付けてください。ロスサントスが誇るアーティスト、柳田ライアンさんの登場です。柳田ライアンさん、どうぞ壇上へお願いします。はい、こんばんは。聞こえますでしょうか。こんばんは。聞こえます。こんばんは。聞こえます。聞こえるよ。自分はですね、今回ちょっと前の方の二人みたく、オリジナルではなくカバーなんですが、まず最初に今日誘ってくれたてるみさん、あんと関わってくれるスタッフの方々、そして見てくれる聞いてくれる方々、本当にありがとうございます。自分が今日今歌うのはシンディ・ローパーの True Colors っていう歌なんですけど、なんかこう自分がすごくこう落ち込んでた時にすごい心を動かされて初めて聞いて、で今日初めてその出演者の人の歌を聞くって人もたくさんいると思うんですよ。だからその人たちの歌を聞いて、みんなも心を動かされればなと思って今日は一生懸命歌わせてもらいます。よろしくお願いします。You with the saddest, don't be discouraged. I realize it's hard into college and the world full of people. You can lose that.Make you feel so small, but I see your true colors shining through, and see your true colors, and that's when I love you. So don't be afraid to left and show. So true colors, true.Like a rainbow.
Show me the smile. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this will make you crazy and you take it all you can bear, you call me up because you know I'll be there and see your true colors shining through. I see your true colors, and that's what I love you. So don't be afraid to let to show your true colors, true colors, beautiful like a lady. Make you crazy and you take it all you can bear, you call me up because you know I'll be there. I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's when I love you. So don't be afraid to left to show your true ありがとうございました。いやー、めっちゃ良かった。いやすごすぎるわ。柳田ライアンさん、ありがとうございました。柳田ライアンさんの本日の ID 番号は161です。皆様の温かい思いをチップに変えて、ご支援のほどよろしくお願いいたします。それでは続きまして、今宵、ファーストステージ枠から二人目の登場です。ロスサントスで初ライブとなるラブストレートオリバーさん。一体彼はどんな歌声を響かせるのか、ぜひお楽しみください。それではラブストレートオリバーさん、壇上へどうぞ。やべえ、ライアンさん。あ、前失礼いたしまして。大丈夫なの？コロコロどんぐりこ、おいけにハマってた大変、五条が出てきてこんにちは、拙者と一緒に遊びませんか？すみません、緊張しすぎて動画が出てきてしまいました。どうも、愛の領域展開ラブストレートオリバーと申します。以後お見せりおきを。あ、お会いしたことある方々はリメンバー再開。大変恐縮ではございますが、このような素敵なね、イベントにお呼びいただきまして、さすがに感謝の極み乙女。唐突ではございますが、拙者が今からマリアナ海溝と申しましたら深すぎとレスポンスいただけますでしょうか。それでは嬉しみが深いマリアナ海溝並みに。おい、深すぎ、深すぎ、あったかすぎかよ。HOT ホット。それでは、あ、まずこちら栄光になるごっくんちょう。そろそろ聞いてきますからな、ちょっとお待ちください。では六本の方へ。めっちゃいいな。頑張れオリバー。
さよならつぶやく君が僕の傘残して駆け出してゆく悲しみ降り出す街中華銀色に煙って君だけ消せない最後の雨に濡れないように追いかけてただ抱き寄せ瞳閉じた本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない誰かに取られるくらいなら強く抱いて君を壊したい続きましてこのまま2番に行かせていただきます皆さんサイレントにお聞きいただき誠に感謝の極み乙女衝撃に備えよ届いた髪を広げて僕の夜包んだ優しい人さ不安な波にさらわれる砂の城怖くて誰かを求めたの強がりだけを覚えさせたね微笑みはもう二人の夢を見ない本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしないさよならを言った唇も僕のものさ君を忘れない皆のものサイレントできんじゃんさすがかよこの後はそうご存知の通り大サビである3、2、1、1明日の君を救える愛は僕じゃないでもこのまま見つめている言葉にできないのがいさ言葉では君をつなげない行き場ない愛が止まらない傘を捨てて雨を見上げてたカンさんの極み乙女うまいサイレントかよいいねさすがに分け合ってナイアガラの滝かよラブストレートオリバーさんありがとうございました
ラブストレートオリバーさんの本日の ID は211です。皆様の温かい思いをチップに変えてご支援のほどよろしくお願いいたします。それでは続きまして、今回がセカンドステージとなる芹沢すずさんです。心に響き染み渡る圧倒的透明度を誇る美声の持ち主です。ぜひそのパフォーマンスに浸ってください。それでは芹沢すずさん、壇上の方にどうぞお上がりください。はいはい、どうも、はじめまして、芹沢すずです。よろしくお願いします。いや、とんでもないもの見せられましたね。どんなギャップだって感じですよ。この後何を歌えば響くのかすごくわかりません。精一杯歌わせてもらいますので、塗り替えれるよう努力いたします。それでは聴いてください。最後に会いに来てくれないか、言葉だけじゃもう何も埋まらないんだ。泣き顔でも笑顔でもいい、君に会いたい。こんな日が来ると思わなかった。そばにいられなくてごめんね。せめて星に願いを、悲しまないでいて、前を見て振り返らないで、僕のいない街で当たり前に恋をして笑って、待ち合わせは星町の駅で、君が忘れていても街の駅でいつ
ということで、ありがとうございました。うまいいなぁ、めちゃくちゃいい声さん、最高最高。芹沢すーさん、ありがとうございました。芹沢すーさんの ID 番号は本日179179番です。皆様の温かい思いをチップに変えて、ご支援のほどよろしくお願いいたします。さて、本ライブも残すところあとお二人、寂しいですが続いての方をご紹介いたしましょう。続いては今話題のこの方、初めてのライブイベントでオーディエンスと一緒にラーメンの歌を歌った話題のアーティスト、しぎしじんさんです。今宵は一体何を届けてくれるのでしょうか。それではしぎしじんさん、壇上の方によろしくお願いいたします。うんうん、おほん、うんうんうん、皆様ハロー、ごきげんよう、しぎしじんと申します。以後お見知りおきを。覚えにくい方はギシギシトーテムポールと覚えてください。はい、覚えられない。改めましてライブインロスサントスにご来場いただきまして誠にありがとうございます。いやはや我が輩この町に来て8日目、まだ8日目のペーペー新人でございまして、まだ知らない方やお会いしてない方がたくさんいると思います。ぜひぜひ名前だけでも、名前と顔と性格と趣味と特技と生年月日と人となりだけでも覚えて帰っていただけたらと思います。ゆえに、それでは皆さん本日は楽しんでまいりましょう。以前出演させていただいたライブでは友人に作ってもらったオリジナル曲ラーメンの歌を披露させていただいたのですが、本日はおしゃれなライブバーということもありエモーショナルカバーの曲をセレクトさせていただきました。今回の出演者さんの中にはジャパニーズオタクな雰囲気な方もいらっしゃいまして、私ジャパニーズではやはりアニメソング、略してアニソン、略してニンを歌いたいと思います。私もかなり影響を受けた曲でして、たくさんの方に刺さればいいなと思っております。それではバーではありますが、ライブはみんなで楽しまなければ意味がない。出演者や運営だけでは成り立たない、観客の皆様があってこそのライブ、みんなで一体になって盛り上がって最高のライブ空間を作りましょう。それでは参ります、聞いてください、 GOT KNOWS。 マジか、結構いい。さあ皆さん盛り上がってまいりましょう。乾いた心で駆け抜ける、ごめんね何もできなくて、痛みを分かち合うことさえ、あなたは許してくれない。無垢に生きるため不に不活、背中向けて下がってしまうお残の未練、私ついていくよ、どんな辛い世界の闇の中でさえきっとあなたは輝いて超える、未来の果て弱さゆえに魂こまされるように、前へ重なるよ今二人にゴーレ。さあロスサントスに声を響かせてまいりましょう。おい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 。届けて熱くなる思いは現実溶かしてさまよう、会いたい気持ちに理由はない、
あなたへ溢れ出すラビュー、せめて美しい夢だけを描きながら追いかけよう。ラドリハやめて、嘘はあなたらしくないよ。目を見てこれからのことを話そう。私が苦悩してる暗い未来だって、強くなって運命変えられるかもね。前に叶えたいのに、全てはどうの。あなたがいて私がいて、他の人は消えてしまった。淡い夢の美しさを描きながら、傷跡なぞる。だから私ついていくよ。どんな暗い世界を闇の中でさえ、君とあなたは輝いて超える未来の果て。弱さゆえに魂壊されるように、バイウェイ重なるよ。今二人にゴーレ、ロス・サントスに大きな声を響かせてまいりましょう。皆様の声の力はこの空をも超える。ファイ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 。ありがとう、シギシジンでした。めっちゃよかったぞ。最高。本当にありがとう、生まれてきてくれて。シギシジンさん、ありがとうございました。シギシジンさんの ID 番号は233番、233番です。皆様の温かい思いをチップに変えてご支援のほどよろしくお願いいたします。それでは誠に残念ではありますが、本日最後のアーティストをご紹介いたします。皆さん、お休み前には心をふわっと温かくして眠りたいですよね。本公演ラストを飾るのはコットンキャンディーのような可愛い姉妹、今回がファーストステージとなる美少女ユニット、葉山ペティ&パティ姉妹の登場です。それではお二方、ご誕生のほどよろしくお願いいたします。お、行ったれ行ったれ、楽しめよ楽しめよ、行ったれよ行ったれよ。なんなんそれ、やる気試合かこれから。皆様本日はお越しくださりありがとうございます。出演者最後の枠となります、葉山ペティとパティです。これから披露するのは、二人と家族がここで暮らすようになる前にいた町でパフォーマンスさせていただいてた曲です。おそらくペティより緊張していないと思うのですが、パティちゃん、心の準備はどうでしょうか。頑張ります。最高だよ。じゃあいいね、様頑張れ。はい、よし。それじゃあ聞いてください。来るまでお願い。何でもない
しも全部手に入れたらもっと強くなれる。あれで救いの言葉さえ忘れちゃった。この世ただ一人だけ全て知ろう。来く来祈り捧げ尽くしましょう。愛と罪は足りない。ノリとノリの街でロスト神に使えよう。君と下痢の誓いを全部君君目覚めてほしい。葉山ペティ&パティさん、ありがとうございました。お二人の本日の ID 番号はペティさん105番、105番、パティさん146番、146番です。皆様の温かい思いをチップに変えてご支援のほどよろしくお願いいたします。さて、大変名残惜しいですが本公演はこれにて終了となります。いかがだったでしょうか。若きアーティストたちのこれからが前途洋々でありますよう、皆様もぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。改めましてご来場いただき誠にありがとうございました。イベント、本公演は企画淀川てるみ、会場提供シャノールでお送りいたしました。もしお持ちのドリンクチケットご利用になられていない方がいらっしゃいましたら、8月31日までご利用いただけますので、シャノールへのまたのご来店をお待ちいたしております。また素敵なライブでお会いできるのを楽しみにしております。以上、アナウンスのペトロ・アルドベックでした。ありがとうございました。わあ、おい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 、よかったですね社長。よかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったですね。楽しい。おいおいおい、シャンクルさんどうでした。ありがとうございました。いやすごいですね。カラメルが来ました。いやーそれもちろんね。そうですか。ボードさんから行きますか。行きましょう。あ、足元お気をつけて。エラ張ってるからね。気になる人がいました。あー、私はテルミちゃんなんか来たかったね。どう思うんだって。あ、テルミちゃんですか。あ、テルミちゃん、スイちゃんありがとうね。てるみちゃん、もうてるみちゃんはどう主催だったときは、てるみちゃんはどう主催だったのか、楽しみだったね。お願いします。魂震えたので、確かに歌が上手な子は多いですね。そうですね、レベルが高かったですよ。すみませんね、引き止めて。なるほど、そんなものでした。またちょっと今度面白いことしましょう。あ、いいですね。バイバイ、またありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後の2人もめっちゃすごいなぁ。ティアドロップしてました。ティアドロップしてました。ハムムちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。君の歌を聴けると思ったんだから。君の歌の方もね、本当ですか。そうですね、今日はちょっと裏方に徹して、新しいアーティストさんの発掘とか、ありがとうございました。あと、企画運営の方をさせていただいておりました。そうか、スピロリさん、はい、頑張ってるんだね。はい、ありがとうございます。おかげさまでいろいろと。また何かあったらご招待ください。はい、ありがとうございます。ありがとう。今日は本当お時間ありがとうございました。お忙しい中ありがとうございました。